安部明は日本のボイスビルダー、ボーカルコーチ、山形県出身で元オペラシンガー、156センチメートル、血液型大型、1970年山形県佐賀市に生まれる、幼少の頃から歌うことが大好きで、東北に音楽家のある唯一の学校、山形県立山形北高等学校の音楽家に入学、百八十九年、 国立音楽大学の声楽科に入学。在学中からクラシックのオペラの舞台で活躍する。1995年、卒業後はオペラの団体、日記会に所属。イタリアに留学し、オーディションを受けて、役をつかみ海外の舞台で経験を積む。しかし帰国後、声が出なくなり、どうやって歌うのかわからなくなるという体験をする。声が出なくなり、途方に暮れていた時、 生体の筋肉をトレーニングし体につないでいく方法でレッスンしている先生を紹介してもらい2年間指示する。その方法は世界中のコンクールでなお残す皆さんが必ず通っている方法で今までにない革命的なレッスンだった。その内容ができるようになって発生で困っている人にこの革命的な方法を伝えたいと思うようになる。それから縁があって 専門学校の先生になり、週800人からの生徒の授業をする毎日を過ごし、たくさんの声の個性と向き合い、声の成り立ち、筋肉の場所、身体で歌うという体感。これらを言葉で伝えられるように試行錯誤して、自分の発声メソッド、A ロジック考案。2001年、丸4年勤めた学校から独立し、原宿にボイスラボを設立。紹介でつながる。 小さなクラスからスタートし、新人を育成、プロを輩出し、紅白に出場するアーティストを出すまでになり、アーティストの声の悩みを解決し、自由に声、歌を表現する人を増やしたいという信念で、レッスンを展開。2014年、新宿御苑前にスタジオ、ボイスラボダンスボーカルスタジオオープン。2018年、声から自分自身を構築していく。 アーティストのための飛躍的成長プログラム、最強プログラムを開始。声、パフォーマンス、スタイル、ショック、マインドの5つのカテゴリーから一人数とに合わせたアドバイスを組み込んでコーチングしていく。半年間は受講者の圧倒的な指示を受けて、現在第5期が終了。2020年、ボイスビルダーという名称に商標登録を取得。また、ボイスビルダー。 安倍茜の発生メソッド、A ロジックのテキストを使ったプログラム講座は声の基盤を作る決定版としてボイスラボのキラーコンテンツである。A ロジックのテキストは現在非売品だが現在出版に向けて準備中。他、役者、アナウンサー、解説者、会社経営者などフロントで活躍するプロの皆さん、また、各種専門学校、音楽大学。 地域セミナー講師、企業セミナーなどの分野でも幅広く日々レッスンを重ねている。ありがとうございます。